どのタイミングで殺せばいいかのアドバイスを聞くために押した。いやいやいや、押したら聞かんよ、ここは。よく分からずに、とりあえず押せば白くなるっていう教訓を得て押した。ね、さっきね、オラブ舐めすぎ、舐めすぎよ。あ、じゃあ、ちょっと、意見を。俺の意見なんでそこで疑問が発生するんだよ。クオン、メイオー。紫白青白青紫ピンク白青か。10人確認して押しました。白目ね。よかった。このボタン。先いいですか。先このボタンはキルするチャンスをオラフ君自身を捨てて、オラフ君自身が捨ててまたキルクルタイムリセットされてるし、オラフ君自身は今後死体を隠すためのボタンの権利を失ってるのでちょっと白いっていう。なるほど。なるほどね。影響になるな、と思わせてのもありますね。なるほど。じゃあそっちじゃない。もう思わせて。でもそれを裏返すと違うか。一生続く、一生続くよ。まあでも確かにあのエレクトリカルにめちゃめちゃ人間がいたから一旦バラしないというあの目論見もある可能性はあるからね。うん、うん、まあ確かに確かに。なんかアスナパイさん喋りたかったんじゃないですか。あ、違う違う、ズズがミュートだったよっていうので止めてたの先輩。ああごめんなさいごめんなさいごめんなさい。えらい。なんか怪しいよとかが。ね、うん。みんな右回りで行ってたのかでも。いや、そんなことないよ。いや、結構初手アドミン来ましたよね。ああ、初手アドミンか、普通に。うん、そんな右いなかったと思うけど。うん、僕は初手エクトリカルでしたけどね。俺も一緒にだったよ。一緒だったよ、スナパイと。うん、あの、まあ、多分、エレクトリカルの時、奥に2人いたよ。そう。初手エレクトリカルで殺されないって結構白いポイントじゃない？トリナー、スナパイ2人だけ、うん、そう、2人だけ。で、うんうん、中にいる時にフィックスライトが来たから。俺はすぐ下降りて、まあ、スナパイはやってた、タスクやってたって感じ。まあ、まあでも、絞れないか。僕は要素を取らないですよ、それは。相方が停電を鳴らしてすぐ下発見される可能性もあるし、アドミン組が下に行ってエレクトリカル方向に向かう人を見てるわけだから、別に白くはないですよ。あ、でも俺はスナパイの白要素ちょっと取っちゃうけどね、今の環境。まあ、まあ、俺の資格で。僕は取らないですよ。あ、違う違う。まあでも俺は取るよって話。言うな、僕は取らないですよ。言うな。だから俺たち2人とか。あ、そう、二郎もあり得るし、ね。そうそう。これ言ったから。僕は取らないですけどね。終わりね。白。白。水色、ピンク、白。
死なない立ち回り大事ですからね。クルーメイトはいかに死なないか、これで村に貢献できる。だいぶ時間空いてるな。ロバいない。いや、素晴らしすぎるな。怖い。そんなことあるんじゃないの？めっちゃ怖いな。これは素晴らしい。ズズ、これはさすがに白いよ。でもズズさっき覚えたからな、これが白いって。そうだね。これ押せば白いんだって思ってたけど。そういうわけじゃないけど、別にちょあまりにも長かったから。さすがにズズにポスターだったらキルしないでボタン押さないでしょ。これはあまりにも、もうだ。だって最初の状態からタスクだけが進んでる状態を作ってますからね。ああ、そういうことやね。そう。うん、ポスター目線かなりきついてます。結構時間空いてたしね。タスクも終わりそう、まあ。インポスターがいる前提で考えるのもやめようよ。え？いいこと言うな。ってことはズズがインポスターだと？なぜ？そうなぜそうなる？どのタイミングで殺せばいいかのアドバイスを聞くために押した。いや、どうしたら聞かんよ、ここは。よくわからずに、とりあえず押せば白くなるっていう教訓を得て押した。ね、さっきね、舐めすぎよ。あ、じゃあ、ちょっと、その意見を。俺の意見なんでそこで疑問が発生するんだ。いや、俺の意見、いや、簡単よ。2回も、なんか、バーバーって鳴らされてるのに、何も、その、死体を発見したいみたいなのがないから、怖くて押したって感じよ。だから、シンプルに。なんか白い人とか黒い人とかなんとなく印象だけでもいいから要素がないからとりあえず話し合いましょう。まずズズさんから。まずいやだからでも結構俺人にぼっちで歩いてたからな。反対回りなのよみんなと。俺殺したい人がいなかったの？殺したい人？そうだ。いやだから違うの。インポスターじゃないんだ。ズズさん俺2回すれ違ってるでしょ。セキュリティ見てた人誰ですか？あ、最初一瞬見た。はい。リアクターが鳴る直前です。うん、多分ゆとりです。あ、はい。その時はゆとりさんは鳴らす、リアクターを鳴らしてないなっていう。薄いですけど、ね。ゆとりさん白目に見てるな。アドミンで見てエレクトリカル1あるの見に行ったよね、多分。あ、うん、そうそうそう、それもね、なんか察した。俺はメッドベイ1だあったからメッドベイに向かった。うん、二人で見に行ったって感じ。うん。なんで入ってる？赤田さんも白目かな？じゃあ誰が黒なんだい？怪しい今のスナパイさんの一言。クルー目線じゃないな。先端心理学出ました。あの状況下で黒目の人は上げるんだったらもうとっくに上がってるはずだから、白目の人っていうね、要素しか提示できない状態で白から探すのはクルー目の視点なんで、スナパイさんでインポスター QEDこのタイミング強いと思うんだけど。ははー！おー！あ、これ、センターかな？右上だ、多分。直前、多分、最初向き記録で、寺戸さん目線見えなかったかな、僕が。ごめん。今、センターとジョンともが、どうした？ちょっと今、画面バグで何が起きたか分からないので、ごめんなさい。寺戸さんがボタンを押して、ともゆきさんが死んでました。で、僕と寺戸さんが、ともゆきさんの最終目撃で、レクトリカルです。うん、で、寺戸さんが多分エレクトリカル直して奥を確認し、で、僕も一応奥を確認したところ誰もいなかったので、寺戸さんが直したんだなっていうことが分かって、出るときに入り口付近にともゆきさんがいて、それを横目に寺戸さんと出て、僕はアドミンにすぐ行きました。アドミンに4人いたはずかな。で、カフェテリアのボタンがそのまま寺戸さん押された。まあ一応俺視点だと俺が最初に先に出てセンタンジョン友が入ってるからセンタンが一番怪しいになっちゃうかな。他の可能性を消したいので全員の白を出していきたい。アドミンいた人は不可能だと思いますよ、だから。ああ、なるほど、ね。今のもう直近。直近エレクトリカルから出てもうすぐカフェテリア押しだから本当に5秒
間ぐらいでしたっけ。トリナンとあと誰かがアドミンに入ってくの見たんだけど、誰だっけ。ほら、ラフ君と俺がいます。あ、多分そうだね。そうだね。はい、3人。あ、3人か。俺に見えた。白でしょ、そこは白でしょ。あとは高田もいるよ。あ、高田さんもいた。いた。あ、4人じゃん。ほら。いた、いた、いた。黒いた。ほら、アドミンに足は運べてないけど。あとはもう3人。まあ、チャゲポヨナビゲーション、最終位置はコミュニケーションかな。ずっと右回ってコミュニケーションで最後なったって感じ。ゆとりんがコミ、うん、ゆとりんとコミュニケーションで、うん、うん、合ってる、うん、最後合ってるはず。じゃあズズちゃんえ、なんで俺な。いや俺やってないって、やってない。俺チャゲポヨさんが助け合ってるのを、コミュニケーションで見たけど、それもう10秒近く前な気がする。え、ちょっと待って、なんで俺になったの今。どういうこと。いや、ズズじゃない、ズズじゃない。ズズには入れない。俺じゃないよ。え、まあ、ズズも容疑者だけど。うん。投票の結果してもらっていい？まあ、ズズ僕、押します。スキップ。あ、全員スキップ。押します、押します、僕。ボタン押します。じゃあ、二郎かな。あ、ん？ああ、あれがバグか。じゃあ、押そう。ゆとりチャゲポヨか、ありえるか。まずバグ大丈夫ですか。大丈夫。はい。ずっと押すの遅くなかった。んどうですか。ああ、あの上のリアクターのやつですか。ちょっとバタ俺疑われてるから。まあ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 、あんま気にしてない。まあまあ、ただ僕目線は、あ、ずっとこいったんだっけ、最後。これ最後、ロア円でも。あ、まあ、近いよ。それちょっと前ってずっとアッパーにいた。んその前はアッパー、ロアアッパーにいた、アッパー。あ、じゃあ、アドミン情報は私確認してるんで間違いないです。うん、アッパー1で、右側が2だったんで、その2がさっき言ったチャゲポヨと、違う。それってゆとりさん視点、ロアエンジンからエレクトリカルの前にいるジョントモを殺すことは可能。俺は速攻で行けば可能かもしれない。で、オラフ君とストレージですれ違って、その後出てくるもう一人とすれ違って、3対3かな。で、ぐるっと回った後にチャゲポヨに会ってるから、まあ、エレクトリカル方面行ってない、またはでも、ストレージに向かったジョントモさんがいるんであれば殺すことは可能。俺はなんか、アドミンあんだけいたのアドミン見てる人いないんですか、最後の最後に。いや、ね、俺が見たときは、ほぼ俺以外全員アップロードしてたと思う。あ、上のタスクやってた。うん、なんか出せない情報ありますか。そうだね、3人でやってたね。スナパイさん出せる情報は。ん、いや、そこに3人いたってだけ。俺が最後に入ったはず。ああ、アドミン情報は見てないと思います。見てないです。ですエレクトリカルが治ったとき、多分俺先端とほぼ重なるようにして、エレクトリカルの前ぐらいで停電が治ったのよ。で、俺は停電治ったのと同時に引き返して、そこにジョントモさんとオラフ君が、なだれ込んでったのは見えて、俺はそのままストレージでタスクやった後、アドミン入った。で、そこにオラフ君がいたから、オラフ君が殺して戻ったんだったら絶対無理だから、そこにいたのは、センターはいたのは間違いない。センターともう一人誰か。コミュニケーション組もお互いに無実証明できるぐらいな感じ。片方の情報ですかね。わかんないけど、俺先端の可能性が高いかなとは見てる。うーん、確かに。どうしてもそう思っちゃうけど。じゃあ話しましょう。はい。どうするか。そうだね。押せないです。チーム来るところまではやりたい。しゃあない。こう疑われるのは。ロラ先もいないからな。押さないのである。オフィス。はい。白くなるボタンを押した。はい、僕もあんま喋ないんです。今回は多分出せる情報ないし、議論誘導とも取られかねないんで。うん。最後喋る時間とは喋ります。ずっとボタン押したんだっけ？
僕も最初の方になんか白照明みたいなこと。そうだよね。白照明じゃねえ。白照明じゃないけどみたいなみたいな。みたいな。分かった分かった。だから停電が治ってしかも今多分ボタンが押される直前の犯行なんだよねこれ。うん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 。おそらくは。だとすると、いわゆる暗い中での犯行じゃないから。うん。ジョン・トモさんが、エレクトリカル方面に行ったのは、停電が治った後のオラフ君の証言はどうですか？停電が治った後はスナッパイさんしか覚えてないですよね。ごめんなさい、オラフ君アドミンいたんですよね。はい、はい、だから、僕も確認してるから僕の情報が一番新しいんでトモユキさんしか見てなく、それを目撃しアドミンに行ったらもう4人いたんでそこだけでいいと思います、情報は。だからアドミン組絶対無理っす。うん、でだからセンターがすれ違ってない以上、ベンとかロアエンジンに行ったらズズってことになるから。か、それかコミュニケーション組が口裏合わせてるか、どっちかの一方的な情報。でもそれだったらセンターとすれ違わん、いそうじゃない？なんとなく。いい？チェラゾーさんちょっと聞いてほしいんだけど、うん、センターがアドミンまで来たんだったら、アドミンの人がアドミン情報見てないのは分かるくない？だって入ったら目の前に4人いるんだよ。ああ、なるほど。そうか。うん、センター本当にアドミン来た？ああ。いや、4人いるって言ったじゃん。でしかも3人の状況の時4人いたはずって言って高田さん出てきたでしょ。ではなく、アドミンは誰も。あ、センター入ってきた、俺見た気が強い。あ、マジで？てかまあそんなアドミン4人いたって嘘つくのとんでもない嘘ですけどね。スズセンターで一緒に行動でいいんじゃないの？あ、そうするな。ベントの可能性も考慮するとローラは難しいんじゃない？ベントはないか。でもまあじゃあ停電中立ち止まりましょう。俺に入れ始めたら誰か。停電立ち止まりね。うん、はい。あ、はい。ましたね、これは。あ、タスクで出るだろうし。テラゾバグです。はい。状況教えてください。はい。先端恐怖症レポート、茶色トリナン先生死亡。で、さらに、スナパイさんも死亡です。はい。で、場所どこ？場所はアッパーエンジンです。うん。状況を説明すると、リアクター鳴ったんで、ズズ、オレンジズズと赤色先端が2人で直しました。リアクターでタスクを2つこなしました。で、アッパーエンジンの方に行きました。で、停電になりました。で、鳥縄先生がなんかずっとくっついてきてて、離れてほしいなと思いつつ、僕はアッパーで立ち止まって、停電明けるぐらいのタイミングでズズがやったのを見てレポートです。僕じゃないです本当に。頼むこれは無理だ。でも俺じゃないのよ。自分の状況を教えてくれるだけでいいんだよ。自分の行為を否定しないするよりも。これは基本的に、まあ、ずっとセンターとついていきました。うん、で僕のタスクよりも左側って僕のタスクあんまりなかったからほぼやったから左回りで。最後にローアエンジンいたし、だからセンターの方ついていこうと思って、でセンターの方ついてってリアクター直して、でセンターがリアクターの真ん中のところのタスクこなしてって、でその上を行ったらね、アッパーエンジン行きました。で、停電になりました、めっちゃ暗くなりましたと、うん、で
動いちゃいけないっていうのを後の方で思い出してピタって止まってたら、まあ、茶色いのがスーって通り過ぎてってトリナさんかなだから、うん、でふと思ったらなんかレポートがパッて光ったから「あ押さな!」って思ったら押されて、はいはいはい、って感じだな、うんうんうん、もうズズの感情を、寺園さん目線だともっと分かりやすくて、トリナン先生がなぜかめちゃくちゃくっついてきてて、寺園さんが見てたはず、うん、だから停電中もくっついてました、うんうんうん、うん、くっついてきてえ停電中もくっついてきたの途中から来たちゃうの違いますえどっちかに投票してね投票してねちゃんと、はい、俺は投票できないけど入れました、はい、入れます投票洗いましょう後であーこれはスキップダブルキリで終わっちゃうからあのタスクしないでタスクしないでテレテテレテーテンテレテレお疲れ様でーすお疲れ様でーすお疲れ様でーすいやーアドミ来てたのせるんだのせちゃったうんどう思うあいいんじゃないですか、うん、あセンターが釣れたんだなら OK 状況はいあもう見えるわ、うん、見えてるわあと一人だと思う、はい早いなぁ。スナパイさんのやつ、今これ時間余ってるんだったら、洗っちゃいます。サケプエさん、どっから来ました確かに。アドミンに。アドミンこれはしゃあないっすね。多分僕の方は怪しいから、さっきに切るからアドミン入って。カフェの前はどっから来ましたカフェは、アッパーとカフェテリアの間の通路で一回閉じ込められて、あ、見ましたね。そこ開いたタイミングで、もうリアクターも直ってたんで、ちょっと逆走してアドミン見よっかなっていう。これはいいですよ、これ。順番合ってますよ。うん、僕、釣られる覚悟で。うん、経路は合ってると思います。何言っても、多分僕から釣られる。僕は同じようにアッパーエンジンの上の扉が閉まってるところで、チャゲポヨさんと別れて、そのままリアクターの下の十字路で、さっきの3人、ズズ、先端、鳥なんか、と交差してエレクトリカルに向かって停電直すっていう。いや、ロラするから次の話してるんですよ。できないと思うんだよな。なんかもう決定してるからズズの話するのもったいないから。エンジンだって離れたんだけど。マジで怖かったっす。多分的確証ないからなんとも言えないなかな。ゆとりはカフェテリアでオラフさんと高田さん2人がペアで歩いてるとこすれ違って O2 行ってるんですけど特に誰とも会ってないのでスナパイさん右側にいたと思うんですよねあれ右だっけスナパイってなんか高田さんとスナパイさんが右に行ってるのを僕は見てたんですよそうだナビゲーションどこでしょはいだから多分右で死んでると思います初動右いたわ初動は確かに右いたでも結構時間経っちゃってるよねあれ先端死にが外れた。残ってる人は今喋ってない人は一人さんは私は、ウェポン O2 で助け合ってそこに死体はなかったってことしか証言できないです、ね。釣りたくねえけどな。まあ、白黒ではできないです、私は。するか、どうするあ、まあ釣れるよね。うん、いやあの、ボタンとかめちゃくちゃ白いんだけどな。ズズ一応ね。さよなら。ズズさよなら。ほら、わせて。ズズえ、聞こえてるようん、聞こえてる聞こえてるうん聞こえてる聞こえてる聞こえなかったな聞こえてる聞こえてる聞こえてる言うてるんだから聞こえてるでしょ、そりゃなるほどねお疲れ様お疲れ様よく頑張ったあー無理だねはっなんどうなんだろう俺先端だとばかりずっと思ってたなうーんそこっすよねどうなんだろうね分かんなかったうーん僕もまだ分からないまあねもう暇だったからついてこうと思ってね暇だったんでスナパイさんのスナパイさんの言ってたアドミンにいる以内はなんかさほど重要じゃないからがインポスターにしても俺ねアドミンにたどり着いたぐらいなのよなったのでセンターを見てないんだよねあそうだうんだからセンターを今、ね、あでもそれにしても別に他容疑者であることは変わりないし白黒そこからは、うん、まあまあまあ、まあ、あと4人って情報出してるからまあもう今となっちゃ関係そうかそうだねうんあそうだ、ね、うわ黒いのは知らないですね知的にまあどっちかああ俺がまあ犯人なんですけどね
さあ、ゾビには行ってなかったんですけどね。だよね、いなかったよね。見てないもん。そう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 。いやー、ここからどうするんだろう。相方さんがね。頑張れるかな。あ、でもよく頑張ったね。頑張れ。あー、厳しいね。厳しいよね。厳しいよね。めっちゃ固まっとる。厳しいね。もう幽霊が多すぎて邪魔だよ。水辺。タスクは終わってます。終わってる終わってる終わってます。生きてるうちに終わっちゃった。ちゃんともの議論一回も聞いてねえんだけど。そうだからあれなのよ、ごめんなさいやね。だからもうこれ本当にそう、その話があったから。めちゃくちゃに言っちゃったな本当に。あらくんかい。本当にごめんなさいなのよ。もうなんかいけるもう焦ってきた。あの位置はあの位置はもうすごい手頃な位置にいるんじゃない、いつも。だからボタン押したから白いと思っちゃったんだよな。まあまあそうですよね。俺もあれ白打ちのためにやったから。あれ素晴らしいよね。あれ？あー行ったー。あーマジか。すげえ。すごい。マジか。すげえ。ミリギリだったね今。めっちゃすごい。すごすぎる。嬉しい。マジか。これはめっちゃ嬉しい。やったー。うますぎる。やばー。一人で3キルしてるとこまではあってたな。ここまでは、だからさ、危ない危ない。ちょっとちゃんとタスクやってますよ僕。オラフ君に僕が言いたいことがある。アドミン見てたならロアエンジン1がずっと止まってる。すいません、いやマジで申し訳ない。いやマジで行けなかった。いやでもうまかったですけど、あれで3キルはマジですごい。いやすごい。普通に負けると思ってた。雑談してたもん、あの上で。絶対無理絶対無理って言いながらもキルしてました。すげえ。すげえ。かっけえ。いやあのね、タスクがあんだけね爆速で進んでね、ボタンもね、すごい、やっぱ、ズズナのボタンが強く、あれがね、もう完全に勝因になりそうでしたけどね、クルーメイトの。いやでも、それで、逆にズズは、それで白くなれたし、そうそうそう、ドラもね、ズズの2回目のあの、めちゃくちゃ白いボタン、やっぱりフェイクだったんだ、すげえな。あれ、わざとですね。だから、白くなるボタンだと思って。影山さんが殺したのを隠せればいいなのやつですよ。どっちも OK でしたから。ちなみに、いや、ほんと、1秒クルーが遊んでたから、もうあそこの時点で負けてるからね。ちなみに、あれ、誰か気づいてたかな。取り出す世界、気づいてたと思うけど、白照明のボタンっていうのが、インポスター視点のボタンなんですよね。わかるか。白くなるためのボタンって言ってるから、うん、まあまあまあ、薄いですけどね、うん、要素は。ああ、一応出現ではありましたね。本当わかんなくはない。高橋さん、最初から最後までなんか僕が。いや、あのね、もうずっとね、オラフ君についていくことだけ考えてて、俺、ボタンのこととか何も全部考えてなくて。オラフ君の後ろについて、今回探索意識がちょっと低いかもしれないですね。あ、2人で動いたってことか。いや、もう、ずっと固まってたんですよね、そこ。ずっと一人見た、俺。こんなにチームで悪いことが出る回あるかさっきもそうだったけど。いや、あのね、そこ2人が動くきっかけは多分俺のせいなんだよね。俺が右で死んでる可能性が高いから、お互いがお互いをって思ってた。あ、いや、じゃあ俺ね、もうタスク割って、オラフ君俺白起きしてたから、ずっとオラフ君についていこうと思って、それで。まあそれもあるか。そう、スナパイさんの下位置が右っていう疑惑に行って本当に助かりました。ああそういうことか。メッドベイで殺してたんですよ実は。へえ。すっげえ変な動きしてるけど、どっかで殺した後だったら殺されないなって思いながら、全然違う。そうだから、寺蔵さんにそのスナパイさんと3人出るとこ見られてたらもう終わりだなと思ってたんですけど、ギリギリ視界に入ってなかったっぽくて。あーそうだったっけかな。一回左まで行けばよかった。僕はもうメドベイに直行きしてたから左まで行ってないんです。いや、すげえな。
でも、そうするね。本当は早く死にすぎだよ。やめてよ本当に。あ、今日いたともゆきさん。おい。ま、今参加されましたか。僕ジョントモさんが殺されないように最初はずっとぴったりくっついてたんだけど、ジョントモさんが僕から逃げてくんだよね。いや、なんかスナパイさん怖くて、なんか、あ、そうだよね、ついてきてる、ね、そうよね、じゃねえんだわ。お前が殺したんだろ。もうゴンだって前半さ誰も死ななかったから、チャゲブー何してんだよと思って。お前だよ。いや、マジでキルするタイミング本当になくて、もうほんとごめんって思いながらずっと、もう焦って。いや、俺ジョントモはチャゲポヨさんかなって俺思っちゃったけど、ね、行ける距離なく逃げてたから、たまたまセンターが出てったのを見て入ってって誰かいるかなって言った、ね、いいタイミングだったね。いいタイミングだった、素晴らしいね。ただ左に行き過ぎたなーって、右にもちょっといるアピしときゃよかったのかなと思ったけど、アドミ多いって聞いたら怖いなと思って、散々みんなの位置情報が出た。俺もかなり白っ子取っちゃったな。いつものだもん、あんなの。いやー、俺っていうのは確かにおかしいよな。当たり前だ。どっちにいたら元気向けられるの当たり前なのに、驚くよな。今思えば。超面白い。演技で乗り切るしかなくて。もう散々位置情報出た後にロアエンジンって言ったから、結構ためた割にそんな近くにいんのかよって思っちゃったけど。いやー、もう次がちょっと戻っただけだった。だからもう自分の中で、もっと戻ればよかったんだよな。だもっと戻る。まあでも他の人の位置情報聞いてたら、なんかいなさそうなとこ言うとかってのもありかもね、もしかしたら。確かに。ただまあドミンでアッパーエンジンにいることが確認できたって言われちゃったら、そうね、そうだね。難しいなぁ、面白いなぁ。あれも良かったですね、左でね、ずっとタスク終わってるから、ついていこうとしてたっていう、あれもすごい白かったね。あれは、これだ。うまいな。する順番はもう仕方なかったんですよ。がヒットだったんで。C ボタンも白いし、連盟もやったし、まあ、そうなんだよね。うん、難しすぎて、センターもなんか、あれ、センターなんか白く見えてきたなって、結構白かったから、どうしても ロラはしなきゃいけないから、ローラー最後ローラーできなくなっちゃったけどね。まあ、ローラーは。寺田さん、ズズ釣りたくないって言ってなかった、ローラーの時。いや、正直、ズズ釣りたくなかったけど、最後は、いや、でもズズの可能性もあるなと思って、ちゃんとズズには入れて。うん、いや今日、ね、にスキップ2本だったもんね。いやー、やらかしました。いや、ほんと僕があれはアドミ見てたら、ちゃんと見てたら、いやちゃんとみんなクルーは入れたってことなのね、ちゃんとずに。すごいな。入れました。